前場優奈は、日本放送の報道記者。岩手県森岡市出身。岩手大学教育学部附属中学校。岩手県立森岡第一高等学校。慶応義塾大学法学部に在学。高校2年時に、東日本大震災に被災する。高校、大学時代を通して、放送研究会に所属し、高校時代は、NHK 配全国。 高校放送コンテストアナウンス部門にて入選し、大学時代は就職内定者向けヘポータルサイトのアナウンサーを担当しており、当時、早稲田大学政治経済学部に在学していた、現、関西テレビアナウンサーの服部ト美と番組を担当していた。2017年3月、同大学卒業後の同年4月、日本放送に入社。 報道部に仮配属後、7月1日付人事にて、本配属。有軍担当。ABC、新人記者相い有言な取材記。マスコミが、殺到に目が点。計算記者会見。日本放送、2018年4月1日閲覧。ABC、新人記者相い有言な取材記。災害時に電気がなくなったら 日本放送、2018年4月1日閲覧。第14回中学生、クトリアし研修報告会。公益財団法人森岡国際交流協会。2018年3月14日閲覧。KBS ウェブのツイート、第57回 NHK 杯全国、高校放送コンテスト大会結果。岩手県高等学校文化連盟放送専門部。 2018年3月14日閲覧。アナウンサー選考会結果発表。コンパス2013アナウンサー決定。株式会社キャンパス。2018年3月1日、閲覧。ユービとユーナのエンジョイキャンパスライフウェイバックマシン。福島第一原発での防護服に1 0ラム酸素ボンベ。新人記者愛場ユーナ取材機。 日本放送、2018年4月1日閲覧。入社1イヤー会えば言うな言うなあえば、ウェーバックマシン。ありがとうございます。